タチャハオ、こんにちは、シャンメイです。本日もマージマンションやっていきたいと思います。終了時間まであと17分となってしまいましたが、ちょっとできるところまでやっていきたいかなと思いますが、まずこの潜水服をこうですわ。この個別の砂時計が役に立つ時が来ましたよ。で、体力がないのですが、これはですね、ちょっとお待ちください。無限を使います。さて、こっからですね、まずこれ。まずこれ。もういろんなものが間に合うのかどうかという、もう、何も間に合わんかもしれんけどね、とりあえずやってますね。あとまだだよ、よいしょ。これがね、結構なタップ数があるんだよね。で、タックルボックスで、どうするかな。まずこれだな。で、いやー、できますよ、とうとう。これが大きなサンゴ礁レベル5。690。100いくつだったら考えた。いや、200とかでもちょっと考えたかもしれん。魚たちを引きつける大きな集落です。まあ、最大はちょっと今日は無理だったな。まあまあまあ。しゃあないです。で、まあ、サンゴ礁はしょうがないとして。しょうがないとして。鍵も何もかも余ってるんだよね。宝箱作るか。問題は時間があるかどうか。時間があるかどうか。あるかどうかで言ったらね、ないんですが。ないのですが、なるべく頑張ろう。可能な範囲で。人間無理してはならんと思う。あと置く場所はない。箱は結構出るからね。ここはありがたいね。鬼のような出現率ではない。まあ、出ないときは出ないけど。あと10。待って、無限は16分だけど、残りは多分14分とかじゃないかな。イベントの残り時間は。急にシャットダウンされるからね。画面が、バスって。これ終わったらまたメインタスクを進めていきたいかな。
でも今月中には墓地というか墓場は終わるのではないか、終わるのではないか、かっこ願望。いやでも意外と早かったね。あそこがかかったもんね、一個前の音質。音質はね、やっぱね、結構正直ね、今までのエリアの中でも結構きつかったかなって思ってるけど、どうだろう。でも人の感想は違うかもしれない。まあ、か、あれ、かっこ個人の感想です。うん、ちょっと先に動かしても反応はするね。ただしたまに挙動がおかしくなるからね、あんまり急がせるのは、あんまり先行して操作入力するのはおすすめしないかも、うん、あんまやりすぎる挙動がねおかしくなる。今みたいにね、和音になったりとかね、変な和音になるぐらいはね、全然大丈夫だけど。あーもうほんと最初の頃の買っていた頃が懐かしいよ。あの泡が出たから買わなきゃっつって買ってたあの頃、出なさすぎて。いや、多分あと10分ぐらいしかないんだよねけど今時計見えてるの助かるな。時計っていうか実際の残り時間じゃないけどさ。どうするかな。まずこれを出すか。これちょっと一回下に引っ込んどいてもらおう。これでもう一個潜水服ができるから、でももうちょっとスッキリさせたいな。ちょいちょい魚が出る。うん、待機時間4時間のどこで使うべきかな。でもまあまあのとこまでは行ったのかな。9、8まではできたよ。だがなあっていう。とりあえず下の、とりあえず出せるとこまで出し、この水の、水じゃない、なんていうの、この栽培キットも育てたいので、栽培キットできたのでですが、ちょっと待ってよ、一回下に行っとってもらって。多分無限のね、うまみを全然この生かせてないこのムーブ、ちょっと見とる人には申し訳ない。おそらく残り7分8分ぐらい。
結構いろいろ残していってしまうことになるな。今が死ぬみたいだけどさ、こんなこと言うと。そう。残して終了してしまうことになりそうだ。とりあえずまあ無限使い切って、体力もまあこのイベントボードの体力は使い切っておるので、それだけでもまあ良しとするかな。よいしょ。あ、動かん。よし。お、急に。もうちょい出てほしい。この栽培キットのシリーズ。時間さえあればもうちょい出そうだけど、ちょっと厳しいには厳しい。スキップ。3、鍵。あ、でも次宝箱か。まあこれは開けます。鍵2つになった。だがこの鍵はもう使われることはない。これちゃんと見えてなかったな。作りかけがあったのに。人間忙しくなるとね、視野が狭くなるからね。人生と一緒だよね。忙しくなりすぎると良くないね。よいしょ。あと5分ぐらいしかないよ。どうする？あと4時間やつは使うか。他にないもんね。使おう。4時間やつ。結局宝箱がないと、この鍵がね、鍵が死ぬから。こうだな。こうです。いや、でも、無駄になっちゃったな。残りしかもう怖くて見れないんだけど あと4分ぐらいか？ちょっと残り時間ちゃんと把握してないけど、1個できたし作っとくか。ちょ、もう急ぐともこの細かい操作すらできなくなるっていうね この慌てぶり。待ってよ。これはまあやっちゃうか。あっという間なんだよね、これ。ちょっと見てきていい時間。この時間見るのも何秒もかかるの困る。あと3分か。3分か。まあ、この辺出して終わりかな、せいぜい。
よいしょ。タックルボックス。途中でね、ブチって終わると思うけど、お許しくだされ。これもひとえにね、私の容量の悪さ。残り時間、ここに出てくれると本当ありがたいな。そろそろでも終わっちゃうかな。あと1分半か。待って、これ完成形が今できるとは 今できるとは。それなら回収したい、そんな気持ち。よ、とりあえずこのくしゃっているこの盤面、じゃこれ相当数タップできるよね あ、でも残り時間足りないな。これ上に置こう。はあ、一回こっちに置こう。あと20何秒か。あ、で、これ待ち時間があるんだね。そうだった。もう時間ない。ああ、終わった。せめて回収しとけばよかったな。まあ、というわけで、海の喜び、イベントここまでになるかと思います。というわけで、ご覧いただき、ありがとうございます。というわけで、残りはちょっとメインタスクをフラッとやったら終わっとこう。これなんかある？なんかある？いやー、20分程度はあっちゅう間だったな。回収しとこう。ロディのミステリー。なんだかんだで、45までは余裕でいけそうっすね。じゃあ、花3つ作ったら終わっとくかな、オレンジの。よいしょ。これなんでこんな中途半端な状態で置いてあるんだろう。じゃあ、花のためにこっから。なんか最近ね、このレベル10の鉢植えだけどさ、鉢植えじゃない植木鉢だけどさ、これがちょっと出にくい気がするんだよね。気のせいかな。これスペースがちょっときついかな。空きってある？インベントリ。あ、1個空いてる。なんかしまっとっか。よいしょ。これしまっとこう。でもそんな変わんないけど、まあ。この辺も、とりあえず出しておいて。出しておいて。まあ、合成しちゃうかな。あんまり必要とされてないけど、今んとこ。よし、じゃあ。これさ、もう黄金の種はいらないのかな？
いらないならいらないでちょっと寂しいものはある。え、でもさ、上のレベルのものって今んとこさ、そんな、今まで必要だったのって黄金の種、レベル1だけ？レベル1っていうか、上のレベルの黄金の種は一体どこで使うんだろう。その前に使うタイミングは来るのか。どうなんだい？というミステリー。今後来るのかな。そうか、さっき20分の無限を使っていたから、まあ1回ぐらい回復しちゃってもいいか。5。現状中途半端だもんね。よし。微妙にスペースきついな。まあ、経験値とかを回収しちゃえばいいんだけど。スキップ。この時点で2つ目がまだできない。できない。ので、あれ結構オレンジの花3つって結構きついか。なんか気軽に考えてたけど、ちょっと思ったよりきつかったかもしれん。気軽に、まあ残った体力でやっちゃうかとか言っとったけど、そんな簡単なものじゃなかったかもしれん。これでやっと2個目。2個目。で、これでやっと2個半。ちょっと待てよ。あ、厳しいかな、これ。もうあとはね、地下のアイテムを回していけば、多分大丈夫ではあるけど。出ないよね、もう。あ、ギリいける。ギリいけるが。ちょっと、どうするって感じだな。ギリギリ。もう何の過不足もなくギリギリ。しまっときたいな。そういや、B カードをさ、ロッカーのドアに使うのが一番効率いいかもって書かれてたんだよな。迷うな。じゃあ花を備える。はい。
備える。さらに備える。まああと体力7しかないし、何をやるかっていうと、多分時間回復の声を出すべきなんだよね。このさ、この圧倒的出現率のこのこれどうかと。よし、じゃあとりあえず体力もなくなったし、今回ここまでかな。他にやることもなさそう。なさそうっていうかあるけど体力ないで。でもカット墓地の方は 81% までいったので、どうかな。あと今月あと3日4日ぐらい、今月中に行けたら嬉しいなーぐらいかな。よし、というわけで皆様イベントの方お疲れ様でした。最後もうちょっと手早く回収だけしときゃよかったかな。回収というかそれくらいかな。というわけでこの海の喜びの方、いやでももうちょっとでね、あのまあ手に入るとしたら宝箱ぐらいだったので、まあまあまあしゃあないかな。というわけでご覧いただきありがとうございました。また次回配信でお会いしましょう。次回はもうちょっと墓地の方進めていきたいかと思います。では失礼します。